ございます。2023年5月19日金曜日の朝です。今日の体重は 65.40 でした。体脂肪率は 37.8% です。おはよう、わびらちゃん。今日の天気は曇り、分厚い雲でございますね。空気も昨日と変わってですね、結構ひんやりしておりますよ。今日はですね、夕方16時から町営の温泉ぬくもりの湯で、私毎週金土16時から20時出張サロンを行っておりますので、今日も行っていきたいと思います。でその前にですね、ちょっとシエスタさんの方でもご予約いただいておりますので、シエスタさん行って、それからぬくもりの湯って感じになりそうですね。午前中はちょっと特別用事入ってないので、家の中でやれることやりたいと思いますよ。まずはさや飲みます。今日の朝ごはんです。今日は目玉焼き、紅生姜かまぼこ、レタス、昨日作った大根とカニカマとのびるのマヨあえ、おつゆも昨日の残り、お豆腐とほうれん草、玄米ご飯とヨーグルトに蜂蜜シナモンのっけで食べます。今1時半です。じゃあこれからですね、ちょっとシエスタさんの方にアロマトリートメントしにですね、行ってこようと思います。で、その前にですね、ちょっとすぐ近くの商工会に用事があるので、そっちも行っていきたいと思いますよ。行ってきます。商工会議所入っている。いぶき、着いた。ちょっと行ってきます。何やってんだろう。大事な書類を家に置いてきてしまった。なんだ。取りに行ってまた来ます。行ったり来たり、何やってんだろう。じゃあもう一回行きます。よし、無事に終わった。あ、こんにちは。無事に終わったので、じゃあこれからシエスタの方に向かいたいと思います。シエスタ、ちょっと行きます。まずはホットコーヒー、菜の花ブレンドを飲みます。よし、それじゃあですね、トリートメントとちょっと休憩させてもらって、で、ぬくもりの湯で飲む用のアイスコーヒーももらって、これからぬくもりの湯に向かいます。準備します。ぬくもりの湯着いた。準備しますよ。用意できました。じゃあですね、今日もですね、こちらでアロマトリートメントをさせていただこうかと思いますよ。今日の香りはラベンダーとゼラニウムとオレンジスイートでございますよ。お待ちしております。そして私の出張アロマトリートメントサロンからのメール、こちらのガーデニングコーナー、最近天気が良かったからハイビスカスがたくさん咲いているようでございますね。わあ、綺麗に咲いております。オレンジもピンクも、わあ、大きいね、これね、綺麗だね、すごい、こんなにいっぱい咲いておりますよ。そしてこの巨大なバナナの木のバナナ、まだ黄色じゃないけど、前より大きくなったような気がする。今日そういえばお昼ご飯私食べてないの忘れてた。すっごいお腹空いてるなと思ったんですよね。なのでぬくもりの湯に売っていた三つ星のチーズケーキカステラみたいなやつ食べます。エリコロの動画。今日は実はですね、お友達ご夫婦がですね、予約をしてくれてるんですよね。で、さっき来てですね、で、今お風呂入りに行ったので、お風呂ゆっくり使ってもらって来てもらうのをちょっと待ってますね。そしてですね、こちらに来るとですね、実はぬくもりの湯見どころのもう一つがですね、線路の真横っていうねお風呂からは電車見えないんですけど、こんな風にですね、ほんとここ線路、そしてこちら追分駅でございますね。駅のすぐ横なんですよね。そ
さん、そして今日はこんなに夕日も綺麗ですね。今日予約で来てくれたみつるさんです。よかったです。ありがとうございます。ご主人は NG ということでちょっと目こで笑ってますけれども、本当にありがとうございました。ありがとうございます。ご家族でありがとうございます。はい、じゃあ今日はですね、これで、ね、店じまいということになりますので帰りたいと思います。帰ってきましたよ。荷物が多いから中入ります。今日の夜ご飯です。今日はぬくみの湯でテイクアウトでお願いしておいた焼きそば、唐揚げが添えてありました。あとはチキン、旦那さん焼いてくれました。レタスとカニカマ、大根、のびるのサラダ、あとはウドの酢味噌入れ、食べます。はい、というわけで今日も一日が終わりました。今日ですね、朝のうちちょっとゆっくりいろいろやることをやりましてですね、気づいたらお昼ご飯も食べずに、もうすでにですね、お出かけの時間となってしまっている状態でございました。昼ご飯しかも食べることすら忘れてたんですよね。なんか今日旦那さんとのご飯のやりくりもなんかバラバラだったので、なんかそれで忘れちゃったんだと思うんですけどね。そんな感じでした。それで今日ですね、ご予約いただいておりましたシエスタさんの方でアロマトリートメントさせていただきました。私ですね、前にもちょっとお話ししたんですけれども、ご近所のカフェのですねシエスタさんで、曲がりでですねアロマトリートメント出張サロンやっております。でヘッドマッサージとハンドマッサージとフットですね、フットマッサージ、それで特に服脱ぐような施術はしていなくてですね、手まくりしてもらったり足まくりしてもらったり、頭はシュッシュッシュッってミストを振りかけて頭をマッサージするっていうような感じです。手と足はアロマオイルをつけてやりますけれども、そんな感じで30分で施術させていただいて、お好きなドリンク1杯ついて3300円でやっております。で今日もですね、シエスタさんの方でお予約いただいておりまして、施術させていただきました。その後はですね、そうこちらもですね、5月6月から始まったんですけれども、北海道安平町のお湯掛け駅の隣に長弁のぬくもりの湯って温泉があります。そちらもですね、休憩所の一部をお借りして出張サロンをやってます。そちらでは15分1500円とあと30分3000円っていうコースがあって、ぬくもりの湯の利用料が500円かかるんですけれども、入浴した方でもしご希望の方いらっしゃいましたらトリートメントさせていただくっていうような感じになっております。で今日はですね、金曜日ということで16時から20時までいつも金土とやってるんですけれども、もともとですね、ご予約こちらもいただいておりまして、それで隣町由仁町からみつるさんのご家族、お友達のご家族来てくれました。すごい嬉しかったです。でなんかですね、今回そのみつるさんがですねトリートメントすることになったいきさつとしてはですね、お子さんがみつるさんに母の日のプレゼントっていうことでアロマトリートメントをですねプレゼントしてもらったんですって。すごい素敵ですよね。そう、それで30分ですね受けていただきました。でご主人もですね、一緒に今回15分のヘッドマッサージ、みつるさんもヘッドマッサージだったんですけど受けさせていただきましてですね、受けさせてじゃない、私がやったの施術させていただきましてですね、よかった、すっごいお話とかもいっぱいできて楽しかったですよ。でやっぱりですね、ヘッドマッサージするとですね、そうご主人が言ってたんですけれども、最近疲れてくると余計寝れないっていう感じがあるんですって。
それで確かに疲れてくると自律神経が常にこう交感神経優位状態っていうか緊張状態が続いちゃうんですよね。で睡眠っていうのは副交感神経が優位になってる時にリラックスした状態から睡眠にこう入っていくとすごく深い眠り、質のいい眠りにつくことができるんですけれども、ヘッドマッサージをすることによって副交感神経優位状態に入りやすくなっている状態になっているので、まあ最近の農家さんなんですよね。なのですごいいろいろ今の時期やっぱり皆さんですね、農家さん羽平町内も隣町の由仁町から来てくれてるんですけど、由仁町も結構畑農家さん多くてですね、皆さん今すごい繁忙期なんですよね。忙しい時期になっているので、余計にですね今日マッサージ受けていただいて今日だけでも本当に質のいい眠りについていただけたら嬉しいなと思います。まあ、一応ですねヘッドマッサージした後よく言われているのが、人にも個人差はあるんですけれども、人によってですね、だいたいマッサージの効果1週間から2週間くらい、10日から2週間とかって言ったりもするんですけれども持続します。なので、疲れてて全然ガチガチでほぐれなかった場合は別として、交感神経と自律神経が整っている状態は、2週間は続くと言われているのでですね、仕事のパフォーマンスが上がったり疲れづらくなったりとかっていうですね、体に変化が起こっていたらいいな、これから送ればいいなって思いながらですね今日もさせていただきました。でいろんな話させていただいてすごい楽しかったです。はい、そんな感じでしたね。あ、そう、それと私全然詳しくないからこの動画で言ったところでって感じなんですけども、皆さんマヤ歴って知ってます？私この間初めてそれこそ予約いただいてアロマのトリートメントさせていただいた方がいたんですけれども、お客さんがいたんですけれども、その方がですねマヤ歴のお勉強をちょうど今されてるということでちらっと調べてもらったんですよね。そしたらなんか私金180という番号だったんですよ。で、いや、なんか私も自分で本当分かってないから、なんかこう、詳しく説明できないんですけども、その、私は金80っていう、180ってやつで、で、皆さんもなんか番号が必ずあるんですよね。生年月日からこう割り出していくらしいんですけれども。で、皆さん必ず鏡の向こうの人みたいな人がいるんですって、一人で。その番号を持っている人が、私の場合は金81という番号を持っている人が鏡の向こうの人らしいのなんかよく私も分かってないんですけどね。そう、それでその鏡の向こうの人に会える確率ってすごく低いらしく、なかなか会いたくてもなかなか会えないというかですね、出会うことって難しいらしいんですよね。でそれを知ったのが一昨日か、ちょっとその前かな、もうここに 3,4 日前のお話なんですけれども、なんと私ですね今日みつるさんのご主人がちょうど金81の方で、だからみつるさんのご主人も私のことが鏡の向こうの人なんですって。で私もみつるさんのご主人が鏡の向こうの人なんですって。それでもうすごいあっという間に出会うことができましてですね、それでなんだっけな、なんかみつるさんがちょっと調べたみたいなんですけども、なんか宇宙のパワーを受け入れられやすくなるとか、なんか人生が変わるとか、そういうその人と会うとですねって言われてるんですって。そう、何が変わるか全然わかんないし、なんかみつりさんのご主人と話しててもなんかピンときてなかった、お互いなんかピンときてない、なんか鏡の向こうなんですってって言って話終わっちゃう感じだったんですけれども、なんかこのあと目に見えない何かの力とかで何かの変化が起こるのかよく分かりませんけれども、ちょっとその辺楽しみにしてようかなと思います。マヤ歴詳しい方、もし見てる方の中でいらっしゃいましたらですね、ちょっと絶対じゃなくていいです。なんかちょっとノリで、コメントなんとかにですね、なんかその鏡の向こうの人に会ったら
起きることとかを知っている方もしいらっしゃいましたら教えていただけると嬉しいです。なんかあれ本当わかんないです。しかもこれを聞きやすく教えてくださいとか言っていいのかもどうかもよくわかんないんですけども、よろしくお願いいたします。はい、そんなご報告でございました。それではちょっと話長くなっちゃいましたけれども、今日はこれくらいにしておきたいと思います。最後までご覧いただきましてありがとうございました。ではまた明日お会いしましょう。またね。